今回はフレッシュレスバーガーのシンガポールチリクラブバーガーですね。こちらを食べていきたいと思いますね。こんなもんですか。何が入ってるか。パッと見わかんないですけど、カニコールとかが入ってる。ハンバーガーいくつか入ってる。これで。あれですね。カニってとこですね。とりあえずこちら切っちゃいますかね。どうですか、シンガポールチールクラブバーガーですからね。断面ですと、結構いいカニじゃないですかね。これですね、あれですね、そんなにカニっぽさが少ないですけど、こんな感じですよね。写真とちょっと若干あれですけど、こちらがカニバーガーなんですね。早速いただきますよ。シンガポールチキンクラブバーガーですからね。うん、食べたら確かに甲殻類の味がしますね。これですね、でもカニというよりなんかエビっぽい感じですね。これ味としてはですね、うん、美味しいんじゃないですかね。これなかなかこういうのも面白いですね。カニの身がぎっしり入ってますからね、これですね。でも味はエビっぽいんでちょっとあれですけどね、まあいいんじゃないですかね。うん、でも野菜もたくさん入ってて美味しいもんですね。これですね、いい商品じゃないですかね。うん、いやでもいい感じですね。これ殻ごと食べれますからね。フレッシュネスバーガーのシンガポールチークラブバーガーをいただきました。ご視聴ありがとうございました。